令和最初の佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今月から元号も新たに令和になって、日本全体が心機一転という感じですが、皆さんゴールデンウィークの10連休いかがでしたでしょうか。子供の頃夏休みがこう終わると夏休みボケという風に生活サイクルがおかしくなってしまった方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そんな乱れた生活サイクルに最適なのはルーティンです。そうです、いつもと同じようにするこれに限ります。どうか毎回この番組をお聞きの方にとってはそれがいつも通りということなんで大丈夫です。ただ番組としては記念すべき令和元年1回目の放送ということで、いつもとは違う番組構成になっておりますので、あらかじめご容赦ください、ご容赦ください。今回もどうぞよろしくお願いいたします。それでは令和最初のコーナーは、あえての平成振り返り、日本で起きた四大事件のコーナー。さて、まずは令和最初の放送スペシャルということで、平成時代の30年に起こった事件や社会問題などについて、本日限定自称コメンテーターとしてぶった切ると申しますか、自分の、価値基準で、世相を含めてお話しさせていただくコーナーです。ではまず4位からねお話しさせていただこうかなと思います。まず4位はですね、消費税が 5% から 8% に変わるです。はい、これがですね、あの平成26年2014年の時に消費税 5% から8% にね増税されたんですけれども、もう私多分物心ついた時は多分 5% だったはずなんですけれども、まあ、それがね 8%、まあ、いわゆる100円ショップで物を買うとしたら105円から108円に変わるわけで、なんか高く感じてしまったなっていうふうに思いました。で、この5% から 8% に変わる、最後の日、5% 最後の日ですねに、まあ、あるテーマパークに私いましてですね、こう商品売られてるじゃないですか。で棚ごとっていうか、もう棚の商品全部ないみたいな、もうなんかなんていうんですかね、中国人の方がこう爆買いするじゃないですけれども、それにもうほぼ近いというか、もうそれ以上の本当に買い物力、皆さんの日本人の方々の買い物力がものすごく感じられる日だったなって、目の当たりにしてすごいなみんなっていう風に思いました。私はあんまりそんなに5% か 8% に変わるかなんか買わなきゃっていうのはなかったんですけれども、はい、なのでなんか結構なんだろうな、なんていうか不思議な体験だったような気がします。はい、で3位がですね、プリクラです。プリントクラブでいいんですかね、正式名称は。私高校生の時は本当によく撮っていて、学校の近くにゲームセンターがあってですね、もう放課後はもう絶対友達と2個あの機械、プリクラの機械があるじゃないですか、大体2個ぐらいはやるっていうのをよくやっていたんですけれども、本当に昔と私が高校生の時代と今のプリクラ機を比べると、いやもう歴然の差というか、いやもう変わりすぎててびっくりです。本当にまだ昔というか、私が高校生ぐらいの時は、まあ、一応こう目が大きくはなるけど、まだ自分の面影は残ってるっていうことはあるんですけれども、今のプリクラって誰だかわからないぐらい加工っていうか盛られるのかなっていうふうに思いますね。本当に今はなんかプリクラのシールは今透明になったりとかもするみたいでなんかもう全然追いつけない感じが結構もう年取ったのかなっていうふうに思うんですけれども、こう妹とかがこう私の妹がこうプリクラとか撮ってくるのをたまに見るんですけれども、いやーもう全然顔が違うっていうのが
すごいやっぱ可愛くなるなっていうのがすごい感じられますね。すごいだからギャップはかなりありますね、プリクラの。だから10年でもないか、そうですね、6年ぐらい前とかになると本当にこん技術の向上がすごく垣間見えるなっていうふうにすごく思います。はい。でそして、第2位がですね、こちらですね、アルバイトによる、不適切動画が、いいかなというふうに思うんですけれども、いや本当にこのネット社会というか、こうネットが復旧してから本当に多くなったなっていうふうに思いますね。特にツイッターとかがこう流行り始めた頃とかは本当に、なんていうんですかね、お店に迷惑をかけたりだとか、自分が働いてるね、例えば何て言うんですかね、強いて言えば最近だとこう牛丼屋さんとかでこう氷投げたりとか、何て言うんですかね、こう目立ちたいっていうのがやっぱり先行してしまうのかなっていうふうに、思いますし、やっぱり今はやっぱりスマートフォンが普及して、こう自分でも綺麗にね動画撮れたりとかもする時代で、YouTube とかもあったり、自分でボタン一つでもタッチ一つで全世界に自分の動画が広まってしまうっていう、便利でありつつもちょっとやっぱ怖い部分もあるんだなっていうふうに思います。なので本当に皆さん気をつけよくね、若い方は特に気をつけていただければなというふうに思います。そして第1位はですね、震災についてですね、本当にこの平成は本当に大きな地震たくさんあったなというふうに思います。そうですね、挙げるとすると阪神淡路大震災であったりとか、新潟県中越地震であったりとか、あとは東日本大震災、そして、熊本の、地震であったり、そして北海道の地震もねありまして、一番こう私の中で、記憶というかすごく怖かったなっていうのは、やはり東日本大震災の時ですね。本当に私高校1年生だったんですけれども、ちょうど家に一人の状態で、本当に経験したことないぐらいの揺れで、もう本当に家飛び出すぐらいの勢いでいたのっていうのすごく覚えていて、一人だったっていうのも本当に恐怖だったなっていうふうに思います。もうこれから先本当にまた大きな地震が起きる可能性もねあるかと思いますので、本当に、備えあれば憂いなしではないですけれども、こうちょっとこうお水をね蓄えておくとか、食料を蓄えておくっていうのもすごく大事なのかなというふうに思います。そうですね、まだ未だにこう被害をね受けられた方々のこうまだ続く本当の復興をですね、本当に私個人的に心からお祈りいたします。はい、以上、あえての平成振り返り、日本で起きた4大事件のコーナーでした。続いてのコーナーは、ミク的平成の名曲のコーナー。続いては平成の名曲について、私の世代というか、あくまで24歳の佐藤美久という芸能界にいる若手の女優の立場で言う、立場でという言い訳を添えてですね、佐藤ミク的平成の名曲をですね、こちらもランキング形式でご紹介させていただきたいと思います。まず第4位はですね、J&Howl さんのパーハップスラブという曲なんですけれども、これは韓流ドラマで、クンラブインパレスという、王宮ロマンス のドラマでして、日本のドラマで言うと何が近いかなというと、花より団子がちょっと近いかなというふうには思うんですけれども、私初めて韓国ドラマというものをこのクンラブインパレスっていうので初めて見て、存在はもちろん知っていたんですけれども、その韓国ドラマが今すごい流行ってるっていうのは知ってたんですけれども、全然やっぱ見たこともなくて、でこの、お仕事をやらせていただくようになってから、韓国ドラマ見た方がいいっていう風に事務所の、社長から、言っていただきまして、でお借りしてですね、見たんですけれども、本
当に面白いです。面白かったです。私あの字幕で見てたんですけれども、本当になんて今の顔24、そうですね、今の高校生でも本当にハマるであろう、キュンキュンする、ドラマになっております。で本当に俳優さん一人一人本当に上手で、で、もう見ててハマってしまいました。はい。でそうですね、なのでぜひ皆さんもね、ぜひご覧いただく機会があればぜひぜひご覧いただければなというふうに思います。はい。では、第3位ですね、こちらが、アンジュルムさんの、恋はあっちゃあっちゃという曲です。はい。で、アンジュルムさんっていうのは、ハロープロジェクトさんの、アイドルグループなんですけれども、すごいダンスパフォーマンスがと、あと歌もねものすごく上手で、私も好きな、アイドルさんの一つではあるんですけれども、結構女優さんの中でも、好きな方多いみたいで、はい。で たまたまですね、この恋はあっちゃあっちゃという、テレビ CM というかに、参加させていただき、 PV かなに参加させていただきまして、で本人たちを前にして私もこう踊るという、もうと結構もうかなり緊張してたんですけど、振りまでを教えていただいて、いや ありがたいというかいいのかなっていうふうには思ってたんですけれども、なんとテレビ CM の方で予告 CM 流れるじゃないですか、なんと私もね映っていたということで、すごい嬉しかったです。多分おそらく、アーティストさんの、PV とかでこうテレビ CM で映るっていうのは多分初めてだったとは思うんですけれども、いやすごい嬉しかったですね。やっぱ好きなアイドルさんっていうのもあったんですけれども、いやー次の CM 行くギリギリで私が出てくるっていうのですごい嬉しかったです。はい。そして、第2位がですね、グリーンさんの卒業の歌、ありがとうは何度も言わせてです。でこの曲なんですけれども、この楽曲はですね、私が、専門学生の、卒業、制作の形で私が主演をねさせていただいた時の、エンディング曲に流れてくるんですけども、頭うねよっていう作品名でして、世には出てないんですけれども、卒業制作なので、はい。で、私が芸能界入りするきっかけにもなってる、作品でして、結構やっぱ思い出深いですよ。でこの曲の中に、また会おうねっていう歌詞があるんですけれども、頭うねおっていうのはこう文字を変えるとまた会おうねになるんですよ。その いい具合にこうやっぱ編集がすごくいい具合にしていただいて、自分たちがまた会おうねっていうところにこうかぶせていただいてる、曲とかぶせていただいてるっていうのがすごく、今でもやっぱ心には思い出にも本当に残ってますし、紹介したい一曲だなというふうに思いました。はい。そして続いて第1位ですね。第1位は、嵐さんのワンラブです。はい。そうですね、嵐さんは多分結構この佐藤美久の女優道ではたくさん、流させていただいているんですけれども、本当にもう10年以上嵐さん大好きでして、もう小学生の時から好きなんですけれども、なんでワンラブかというのは、もう花より団子が大好きで、私青春のドラマだったなっていうぐらい本当に大好きで、シリーズがたくさん映画化もねされたと思うんですけども、ワンラブってまず映画化された方のね主題歌ではあるんですけれども、もう本当に、やっぱりなんだろうな、自分の人生思い返しても花より団子は本当に面白かったですし、嵐さんを知るきっかけにもなりましたし、素敵なドラマだったなというふうに、はい、思っております。で
そうですね、まあ、ワンラブはですね、私多分人生で CD を買った2枚目なんですよ2枚目に買ったのが、ワンラブなんですよ。1枚目がですね、そのワンラブの前に出ていた、ステップエンドゴーという曲なんですけれども、もう本当にまだなんで予約とかするのがまだわからない状態で、発売日にすぐ買いに行ったのを覚えてます、はい、それだけ結構思い入れのある曲で、なおかつ、曲の中で松本潤さんがですね、最後の方にですねソロパートがあって、100年先もっていうところがソロパートで、もうそれが本当にかっこよくてですね、はい、なんていうか、王子様みたいな感じなの、こう同名時間もすごく出ていて、本当に素敵な曲ですし、こうちょっと落ち込んだ時とかもに聴きますね。なんか元気が出ます。はい、まあ、ただ、ですね、2020年12月31日大晦日ですねをもってですね、活動休止されるということで、もうそうですね、ちょっと悲しい部分も寂しい部分もあるんですけれども、でも本当に必ず帰ってくることをですね、もうね、会見でもねおっしゃっていたので、まあ、ファンですからしっかり、待っていこうかなというふうに思っております。はい、ではですね、以上ミクの平成的ミク的平成の名曲のコーナーでした。ミク的四大事件のコーナー、続いてのコーナーは、先ほどは平成時代に起きたことについてお話しさせていただきましたが、平成6年生まれの私にとってプライベートも含め四大事件についてお話しさせていただきたいと思います。ただしこの世に生命を授かったこと以外で第4位から、話させていただこうと思います。まず第4位は、スノーボードで骨折です。はい、人生で一番の痛みだった、日でもあるんですけれども、私ずっと水泳を競泳をですねやっていたんですけれども、まあ、その、まあ、教養をやっていた頃ですね、小学校6年か中学1年生ぐらいですかねまでやってたんですけれども、まあよく、もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、私よく家族で、新潟の方にスキー旅行に行くんですけれども、どうしてもスキーはもう結構できるんです、多分私の中では。でやっぱスノーボードってかっこいいイメージがあったんですよ。でやりたいと、やりたくて、でスクールにね入ろうか、そのスキー場のスクールみたいなのがあるんですけれども、そこで入って教えてもらってからちゃんと滑った方がいいって言われたんですけれども、まあなんせ好奇心旺盛で自分で言うのもなんですけれども、見よう見まねでやってしまうんですよ。早くやりたいものを、なので本当に見よう見まねで一番緩やかな初心者コースを一人でリフトに乗って行ったんですけれども、最初にもう全部つけて、で最初に転んだ時に手をついた時に全体重が乗っかってしまって、ボキッと折ってしまったんですね。で折れた瞬間はそんなに痛みはなかったんですけれども、だんだん後から来るじゃないですけれども、もうどんどん尋常じゃないほど腫れてくるんですね。もうその恐ろしさでもうなんか震えてしまって、でもう、まあ新潟だったっていうのもあって、まあ、その大きな病院もなくてですね、まあ、すぐちょうど次の日帰る日で帰って、で大きい病院で見てもらったら、もう骨折してるねと言われまして、で骨折してる状態のままくっつけるっていう、本当に痛かったんですけれども、はい、まあ、その、まあ、骨折もあってちょっと水泳をねやめてしまうという、まあ、一つの、まあ、私の人生の中での挫折がありましたね。はい、でも今はスノーボードを乗ってます。はい、でとして、第3位が、カップルで行こうの CD を、出させていただいたことです。この番組でもですね、でも、流させていただいてるんですけれども、まあ、歌うことはすごく好きでして、
うまいか下手かは置いといて歌うのはすごく好きで、まさかあのデビューしてからすぐあの自分の CD が出るっていうの、なんかこうかえいいのかなっていうのもあったんですけども、こうあの録音とかはもうすごく緊張しましたけれども、すごく楽しくあの録音もねさせていただいて、やっぱ思い出ある曲だなっていうふうに思います。はい、そして第2位はですね、戦慄女子撮る女編にあの出演させていただいたことですね、2018年昨年の8月に撮影して9月にオンエアがあったんですけれども、以前ゲストにもね来ていただきました、藤田真一監督の、作品ですね、主演の前田のぞみさんの、昔の友達役さやか役で出演させていただきまして、本当にありがたかったなというふうに思いましたし、あの外部であのお仕事をねさせていただくっていうのも本当に刺激がたくさんありましたし、あのいろんな方からよかったよとかこういろんなアドバイスもいただけて、本当に充実したあの撮影期間でしたし、本当にあのなんていうんですかね、もうずっと忘れてはいけない、撮影期間だったのかなっていうふうに思います。あの家族もですね見てくれてですね、よかったねというふうにあの言ってくれたので、はい、もう本当によかったなというふうに思います。まあ、ただ令和もですねあのしっかりあのたくさんの作品に出演できるようしっかり頑張っていきたいなというふうに思っております。そして第1位はですね、私佐藤美久芸能界入りです。はい、で、まあ、どこかでも何度かお話しさせていただいたことあるとは思うんですけれども、私が専門学校2年生もう卒業間際ぐらいですね、あの先ほどお話しさせていただいた頭うねおというあの卒業制作をね撮っている時にですね、あの今の、事務所の社長がですね特別講師として来ていただいてですね、あのこう授業をねしていただいてたんですけれども、その中であのスカウトをしていただきまして、で結構もう卒業間近だったっていうのもあって、私も全然進路が決まってない状態でもうどうしようかなっていうふうに考えてた矢先に、あのぜひうちに入ってほしいということを言っていただいて、あのもうちょっとあんまりね、あの衝撃というか、えっていう、私っていうのがあって、あんまりちょっと正直覚えてないんですけども、あのトイレで泣いた記憶はあります。あの衝撃的すぎて、でもうこうあの卒業してからすぐ佐藤美久の女優道も始まって、あの映画とかもこうあのたくさん出させていただいて、いやこうあっという間の本当に4年間だったなっていう風に思っております。はい、もうあの、社長の一言がなかったら今の私どうしてたかなって想像がつかないので、本当にありがたいなというふうに思います。令和の年もですねしっかりあの頑張っていこうと思います。はい、ではですね、以上あえての平成振り返り目的4大事件のコーナーでした。皆さんいかがだったでしょうか。いよいよ来週からほとんどの方が通常のお休みとともに普通の生活が始まります。今日平成最後の振り返りにしていただき、新しい時代令和の中でみんなで頑張ってければなと思っております。今回も私の番組を最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。私佐藤美久の映画ドラマ出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。